えへへ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 へはへへへへへチへンスへへ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 かへへ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 へらへへ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  なんでだって悪魔ってよ、恐れられれば恐れられるほど強くなるんすよね。だったらこのスタイルが最強ってことじゃないですかまあ言われてみればそうだけど、そのスタイルは強いの。見た目は確かに金髪の兄ちゃんが尻んしハイハイ知る。ものすごい恐怖はあるけど、戦闘になったら弱そうじゃないそこが一つ難点かなそれがくっそ強いんすよ。まずマキマさん、うんこ付きのチェーンソーで切られるのと、うんこなしのチェーンソーで切られるの、どっちが嫌ですかどっちが恐怖ですかそりゃ、うんこ付きのチェーンソーかなそういうことっすよ。普通に考えて、こんなケツからチェーンソーあるよ。 やつに切られたくないし近寄ればわかるんですけどちゃんと臭い刃先にうんこついてっからなそれにケツからチェンスを出すことにより肛門に力が入り踏ん張れてより長く伸ばせるようになったんすわほんなら挽回ならどんぐらい伸びるかわかる歯渡り2億センチやまあ手始めに3をつけろよデコスケ野郎みたいに月を破壊しやらバンカイ刃先にほらうんちん歯渡り2億センチ それが言いたかっただけでしょ、デンジ君。い,いとまきまき、糸巻き巻き、引いて引いてパンパンパン。